ジョージ・ベスト、ジョージ・ベスト、ジョージ・ベスト、1946年5月22日から2005年11月25日は、イギリス・ベルファスト出身の元サッカー選手。北アイルランド代表であった。ポジションは、フォワード、ウィング、マンチェスター・ユナイテッド FC において、ボビー・チャールトン、デニス・ロートーと共に、聖なる三位一体、ホーリー・トリニティあるいは、 黄金のリオと呼ばれて1960年代に一、時代を築き、それまで労働者階級のスポーツであったサッカーにおいて階級を超えた人気を博した。アイドルのような容姿とピッチ上の活躍から、エルビートルや5人目のビートルズと呼ばれた。マンチェスターユナイテッドに在籍した11シーズンでリーグ優勝2回を果たし、1967から68、 シーズンには28得点を上げ得点王に輝いた。1968年には UEFA チャンピオンズカップで優勝して史上最年少でバロンドールを受賞している。1946年5月22日、父ディッキーベスト、母アンベストの長男として北アイルランドベルファストに生まれた。先祖はスコットランド出身である。父親は造船所で働く。 千番校であり、母親は、ホッケーの名選手であった。青年時は、アンの実家に暮らしていたが、1949年に、ベリファスト市内のクレーガー地区へ転居した。1951年、同地のネトルフィールド小学校に入学。1957年に、グローブナーハイスクールに入学した。小学校では、算数と国語、英語の成績が良く、 クラスで一人離れた場所の上級学校へ進んだ、そこにサッカー部がなかったため9ヶ月間ラグビーに励んだ。しかし、プロテスタント系の学校であったことと、5キロの通学途中にカトリック居住区があったことにより、敵意を持つ子供や若者からいじめを受けるようになったことが原因で学校を中退。翌年、家から近いリスナッシャラ中等学校に転校した。これが契機となって、 再びサッカーに打ち込めるようになり、学校のスクールチームに加入すると同時に、バドマクファーレンが運営する地元のサッカークラブ、クレーガー少年団にも加入した。14歳の時、当時流星を誇っていた、ウルバーハンプトン・ワンダラーズ FC のファンになり、特にピーター・ブロードベントが好きな選手だった。小柄で痩せていたため、身長は約150センチメートル、体重は 約4グラムであったリーズユナイテッド FC のスカウトの目には止まらなかったが、マンチェスターユナイテッド FC の北アイルランド担当、スートであるボブ・ビショップはベストの才能を確信し、マンチェスターユナイテッドのトライアルを受けることになった。この際に、ビショップがマットバスビー監督に、アイスンク、アイハブファウンドユー、エージーニアス、天才を発見したという伝報を打ったことがよく、 知られている。トライアルに合格し、マンチェスターユナイテッドとアマチュア契約を交わしたジョーは、親元を離れて、マンチェスターのチョールトンカム、ハーディのメアリー・フラウェイ宅にて、下宿生活を始めた。15歳でトライアルに合格したが、英国サッカー協会の規定によりクラブは17歳以下の選手とプロ契約を結ぶことが禁じられていたため、 週休4ポンドで靴の手入れや更衣室、トイレの掃除といった雑務をこなしつつ、チームで練習に励んだ。1963年5月22日、17歳の誕生日にマンチェスターユナイテッドとプロ契約を交わした。リザーブチームが所属するセントラルリーグでトップチームへの昇格を目指して、研鑽を重ねていたが、1963から1964。 シーズンの9月14日、ウエストブロムビッチアルビオに FC 戦、素形部を負傷していたヤンゴヤーの代役として7番、ライトウィンガーで先発出場し、トップチームデビューを果たし、1から0の勝利に貢献した。英国、ガーディアンが見はこの試合のジョージベストについて、ベストのサッカーは時として質の高いものだが、未熟さも見せた。 中略65分にベストはスタイルズにショートパスを入れて、それがゴールにつながったと宣票している。その後、レギュラーのイアン・モヤーが怪我から復帰したため、次の試合からはまたもリザーブチームで過ごしたが、12月28日のバーンディー FC 戦で再び出場し、左足で初ゴールを決めた。バーンディー戦の活躍でレギュラーに定着し、 リーグ戦17試合に出場、4得点を挙げたが、チームは勝ち点4差で、リバプール FC に届かず2位に終わった。また、FA カップでは3回戦から準決勝で、ウエストハムユナイテッド FC に敗れるまでの手の試合に、出場し、3得点を記録している。欧州カップ戦では、スポルティング・クルーベでポルトガルとの試合に出場し、欧州デビューを飾っている。 マンチェスターユナイテッドでの活躍が認められたベストは北アイルランド代表に初招集され、1964年4月15日のウェールズ戦で初出場した。17歳での代表デビューは最年少、出場記録であった。この頃のベストは、17歳でデビューしたこと、右ウィングにポジションしていたこと、ドリブルが得意なことなどから、往年の名手スタンリーシューズと比較されることが、 多かった。1964から65シーズンは序盤こそ、チームとしての調子が上がらなかったが、新加入のノビー・スタイルズとの連携が噛み合ってくるに、つれて勝ち点を重ねていき、最終的に26勝9分7敗で、首位リーズと並んだ。わずかながら、マンチェスター・ユナイテッドが、得点率差で逆転したため、8シーズンぶりに、リーグ優勝を果たした。 ベストは代表戦で欠場した一試合を除いて全ての試合にフル出場し通算10得点を挙げて優勝に貢献した。2年目にしてすでにチームに欠かせない主力選手へと成長したベストは活躍の度に全国紙に大きく掲載されるようになり知名度が飛躍的に高まった。1965から66シーズンの UEFA チャンピオンズカップ準々決勝では当時、ヨーロッパ最強と目されていた SL ベンフィカと対戦し、セカンドレグで2得点を決めて、世界中に名を知らしめた。1966から67シーズンは、公式戦45試合すべてにフル出場し、2位のノッティンガムフォレスト FC に勝ち点4差をつけてのリーグ優勝に貢献した。 1967から68シーズンの UEFA チャンピオンズカップ準決勝では、レアルマドリードと対戦し、ファーストレグで1ゴール、セカンドレグで1アシストを決めて勝ち抜けに貢献した。決勝ではまたもや、ベンフィカと対戦し、延長前半に得点して初優勝に貢献した。同シーズンのリーグ戦では28ゴールを挙げて、得点王に輝き、 マンチェスター U の選手としては3人目となるバロンョを史上最年少で獲得した。1969年夏にはデンマーク人女性と婚約するがすぐに彼女への熱は冷め、11月には婚約を解消したため訴訟問題に発展した。この頃には飲酒量も多くなりしばしば二日酔いで練習を無断欠席した。 12月3日のマンチェスターシティ FC 戦では判定に抗議して審判の手の中にあったボールをはたき落としたため4週間の出場停止と100ポンドの罰金処分を下された。出場停止が明けて出場した FA カップノーサンプトンタウン FC 戦ではダブルハットトリック6得点を達成して摘を吐いた。1970年4月18日には 北アイルランド代表のスコットランド戦で審判に泥を投げつけ退場処分を受けた。ベストはたびたび判定にクレームをつけたため、1971年1月4日には英国サッカー協会の懲罰委員会から6週間の執行猶予付き出場停止と250ポンドの罰金処分を受けた。罰金額は過去最高額だった。その4日後にはチェルシー FC 戦に出場せずに、 恋人と食事しているところを見られ、メディアの注目の的となった。1971年から72年には何度も脅迫状を受け、前述のトラブルなどもあって、コンディションを落とした。1972年5月20日、25歳にして現役引退を宣言したが、これはすぐに撤回された。十二月十九日には再び引退願いをクラブに提出し、今度は、 半年の間プレーから遠ざかった。1973年10月6日にリザーブチームの試合で復帰し、10月20日のバーミンガムシティ FC 戦で11ヶ月ぶりにトップチームのリーグ戦に復帰した。1974年1月1日、クイーンズパークレンジャーズ FC 戦がマンチェスター U でのラストゲームとなった。ベストがいなくなった。 マンチェスター U は1973から74シーズンを21位で終え、2部リーグに降格した。南アフリカやアイルランド、スコットランド、オーストラリアなどのクラブを渡り歩き、アメリカでプレーした際には、ペレと対戦したこともある。北アイルランド代表では37試合出場し9得点を挙げているが、同国自体は決して強いチームではなかったため、 FIFA ワールドカップに出場することはできなかった。1978年にアンジェラ・ジョーンズと結婚し、1981年に息子が誕生したが、結婚生活は数年で終わりを告げた。1978年、アルコール依存症に陥り死亡した母親の不法に精神的に追い込まれ、酒やギャンブルにのめり込むようになり、1982年には破産に追い込まれる。 1984年には飲酒運転と警官への暴行容疑で逮捕され、懲役3ヶ月の判決を受ける。それでもベストの人気は衰えず、ワールドカップのゲスト解説者や、チャリティーマッチや記念試合への出場、サッカーイベントに関わるディナーショーへの出演など、精力的に活動を続けている。1988年4月には、ペレオールスターズという名で、 ペレラと共に来日しており、エイズ撲滅のためのチャリティーマッチに出場している。1995年には、バージン航空の客室乗務員であった、アレックス・パーシーと恋に落ち、二度目の結婚をした。長年の飲酒生活により、肝臓が破壊され、2002年7月には、ロンドンのクロムウェル病院で、増移植手術を受けたが、しばらくすると再び酒に手を出し、 2004年には飲酒運転で20ヶ月の免停処分を受けた。ベストのアルコール依存に対する世論の批判や、度重なる不倫報道などによって、同年はアレックスとの結婚生活も破綻し、離婚に至っている。2005年、インフルエンザでクロムウェル病院に入院していたベストは肝臓移植手術後に服用していた免疫抑制剤によって、 腎臓の感染症にかかり、2ヶ月もの間闘病生活を送った。しかし病状は回復せず、11月25日午後11時55分に死亡した。ベストの死去は、イングランドの国民的関心事として大きく取り上げられ、病院前や、オールドトラフフォードでは、多くの人々が、三集で、哀悼の意を表した。サーマット・バズビーウェイにはメッセージを綴ったカードや、 手紙と共に多くの花束やユニフォームが敷き詰められ、実家のあるベルファストでも混乱を避けるため長門のための貴重台が視聴者に設けられるなどの対応が取られた。翌日のアプトンパークではマンチェスターユナイテッドとウエストハムユナイテッドが試合を予定していたが、開始前にはトバー・ブルッキングが追悼の字を述べ、ベストを称える拍手が鳴り響いた。11月30日、 オールドトラフフォードで行われたマンチェスターユナイテッドの試合では1分間の黙祷が捧げられビートルズのイエローサブマリンを替え歌にしたベストのチャントが観客席から送られた12月2日の葬儀の日ベストの遺体を乗せた霊柩車はバレンウェイを出発しストーモントまでの道をゆっくりと進んだベストの最後を見送ろうと道の両側には 幾重にも人垣が作られ、その中には後に、ベルファストの壁に対処されるスローガンを掲げる人もいた。ストーモントの敷地内に到着すると、2万人以上の人々が見守る中、ハリー・グレックやデニス・ローといったかつてのチームメイトによって、ベストの棺は祭壇へと運ばれると、司会を務めたキャスターのエーロン・ホームズは最後の別れを告げた。およそ1時間にわたった、この葬儀は、 BBC 放送によって生中継で世界中へ届けられ、イギリス全体で450万人、全世界で2300万人が視聴したと記録されている。2006年5月、ベルファルトシティ空港がジョージェベストベルファストシティ空港と改称された。2006年11月、一周期を記念して、彼の肖像画が描かれた5ポンド紙幣がアルスター銀行によって発行された。 通常なら、北アイルランド銀行で発行された紙幣は、イングランドでは流通することはないが、その功績を叩えて、英国全土及びアイルランドで流通することになった。2008年5月29日、オールドトラフフォードの外に、ベスト、デニスロー、ボビー・チャールトンのブロンズ像が完成した。 ベストはイギリスが生み出したサッカー選手の中で最も添付の差異を備えた選手であり、ペレはベストについて世界最高の選手と評している。ペレ、ヨハン・クライフ、ミシェル・プラティニ、ジネディーヌ・ジダンらと同じく運動能力、判断力、創造性を総合してプレーを見せることができる選手として評価されている。球在のドリブルを駆使して度も決定機を喪失し、 キャシャに見える体つきながら激しいタックルにもひるまず、倒れないバランス感覚を持っており、こうした特質がファンの記憶に長く止めさせている。また、シュート能力そのものにもたけ、ヒールキックやループシュートのようなトリッキーなものもあれば、相手選手の意表をついて遠距離からシュートを放ち得点を上げることもあった。一方で27歳という若さで、マンチェスターユナイテッドでのキャリアを終えたことと、 私生活の宝刀ぶりから、フィールドの内でも外でも、プレッシャーに耐えるには、不十分な能力、人格、バックグラウンドを持った、サッカーヒーローと批判する声もある。また、宗教的観点からベストの果たした功績について、言及する者もいる。ベストは北アイルランド出身で、プロテスタント系の出自であったが、自身は宗派に固執せず、無頓着な態度を示していた。 アラン・ベアナーは、こうした態度が、カトリック色の強かったマンチェスター・ユナイテッドにおいて、カトリック系住民とプロテスタント系住民の対立を使用し、エキュメニカルな働きをしたと指摘している。当時、欧州最強の異名を取っていた SL ・ベンフィカが、欧州カップ戦においてマンチェスター・ユナイテッドと対峙した1966年3月9日、19歳の、 ベストは2得点を挙げ、欧州にその名を知らしめた。ポルトガルのスポーツ紙、アボーラが、エルビートルと呼びその活躍を取り上げると、サッカーそのものに関心がない少女たちからも、ポップスター並みに、愛ドしされるようになる。これは1960年代半ばのサッカー選手には、前例のない得意な現象であり、ベストは自伝、恵まれ死者で、人々は私についてあらゆることを知りたがった。 サッカー感ばかりでなく、服や、音楽の好みや、行きつけのクラブなども、突然私のやることなすことすべてが、ヒップでクールだということになったと述べており、こうした現象について、私は一つのアイコンになったのだと思うと解雇している。一挙手一投足を注目されるようになったベストは、女性関係や、夜遊びなどのスキャンダルについても、頻繁に報道を得るようになり、 それがストレスとなってさらに酒を浴びるように飲み、アルコール依存症へと陥ってしまうなどの一面もあった。こうした経緯もあって、ベストの妹、バーバラ・マクナリーは、夫のノーマンと共に2006年に、ジョージ・ベスト基金を立ち上げ、アルコール依存症患者に対する救済やアルコールに関わる医学級への支援を行うことを表明した。トータル37級、楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。